こんにちは。今日はエディンバラのプリンセスガーデンをご紹介していきます。それではレッツゴー。プリンセスストリートガーデンは東と西の2つに分かれていて、ウェブレー駅の正面にスコットモニュメントのあるイーストプリンセスストリートガーデンがあります。まずは東の公園をご紹介します。東側にはスコットモニュメントがあるのが目印です。オールドタウンとニュータウンを隔てたエディンバラの街のど真ん中に位置しているので、両方の景観を楽しむことができます。お買い物の後や歩き疲れた時、お天気のいい日には最高のスポットです。ここから眺めるオールドタウンの景色が私はすっごく大好きで、いつも見るたびにため息が止まりません。イーストプリンセスストリートガーデンの端にはスコットランド国立美術館があります。残念ながら現在は閉館中です。美術館を通り抜けると大きな美しい噴水のあるウェストプリンセスストリートガーデンが見えてきます。プリンセスストリートを渡るとニュータウンが広がっています。たくさんのショップやおしゃれなレストランやカフェ、バーなどが立ち並んでいるので、とっても楽しいエリアです。公園の西側からはエディンバラ城を見上げることができます。とっても美しいので、ぜひ最後までお見逃しなく。西側の公園の中にトイレが併設されています。爆音で音楽が流れているので、きっとすぐに見つかるはずです。噴水が見えてきました。雨のイメージが強いイギリスですが、3月以降は晴れの日も多く、お出かけがとっても楽しくなります。ここから眺めるエディンバラ城もとっても美しいですが、ベストショットは後ほどです。西側からはエディンバラ城を見上げることもできて、また少し雰囲気も違うので、プリンセスストリートガーデンに訪れた際にはぜひ東側と西側両方に足を運んでみてください。カフェも併設されているので、美しい景色を眺めながらティータイムを楽しむことができます。ここからの眺めもベストショットです。西側の公園の端には子供たちが遊べる小さな遊技場もあります。プリンセスストリートガーデンはいかがでしたでしょうか。この公園は私もとってもお気に入りです。感想やご質問など何でもコメントしていただけるととっても喜びます。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。それではまた次回のマルチャンネルでお会いしましょう。Have a good day!